ちょ、そんな座り方すんなよ。ちゃんと座りなさい。これが一番いい。なんでそんな深く腰掛けなさい。これが一番楽なの。どうしたの？そういう座り方はなんか態度悪く見えるからダメだって。深くちゃんとギュッて座って、深く。痛い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 。マジマジ、どうした？座れねえんだよ。なんでだよ。座れなくなっちゃったんですよ。なんでだよ。いやね、あの真帆ちゃんとね、なんか変な店に行ったんですよ。変な店って言うな。ちゃんと説明しろよ。変じゃない。変っていうか、なんかパブみたいな、うん、ショーパブみたいなとこに行ったんですよ、うん、連れてってくれてね。でそしたらなんか店員さんがショータイムみたいな感じで余興で、うん、パンツの上からね、パンツの上からケツ出して、あのチャリンコの後輪をガーって漕いで、チャリンコの後輪をケツでこうパンツだけどね、ギャーって止めるっていうやつをやってたのよ。それを見てたら血が騒いじゃって、客側の俺が。女の子がやってんの、それは。いや、男全員男がやってんの。全員キモい男がやってる。お前みたいな、おーみたいな空気感でやる。お前が働いてたのか、昔。あ、違う違う違う。あ、そういうの、そんな感じ。そういう感じ、うん、気持ち悪いところなんだけど、うん、で、そこで血が騒いじゃった俺は生尻でやりますって、うん、言って、出てって、で、止めちゃったの。しかも2回。あ、2回やったの。2回やったの。だから、右サイド、左サイド、どっちも今、大やけどしちゃって座れない。え、結構長くない？1週間引きずる、これは。だってさ、東海までさ、あの、似たような動画やったじゃん。うん、その時さ、まあ、デニム入ってたからだけどさ、めっちゃしょぼかったじゃない？デニムはクソだったね。キューン。最後、それでちっちゃくなった。でも今やその動画は見れなくなってますけどね。あ、伝説のね、韓日金日の動画なんですよ。それを生尻でやるのはさすがに言いたいだろうね。でもさすがにそれは生尻すごいよ。すごい止め力、あれは。キュッてなる。キュッて。でもそんなに体張ったらもう大爆笑だったでしょ。全然受けない。全然。え、なんでや、コスパクソ悪って。この痛みに対しての受けの量じゃないなって。だってさ、店がちゃんとさ、企画としてやってるやつをさ、うん、そのお客さんがわざわざね、出てってやったらもうそれ面白いはずじゃん。なんか面白くなかった。しかも酒飲んでるのに、なんか滑ったのね。それ渋井が滑ったの？そのやってる人全員滑ったの？俺なのかな？俺のせいなのかな？なんか多分一番いいタイミングで行かなかったのかなっていう反省点はある。あ、で音楽盛り上がって BGM 止まってキュッのところを、うん、でキュッ音楽止まったくらいだったから。どっちでもいいよ。そんな、そう、なんか間の取り方はいいんだよ。ちょっと見してよ、傷口。え、見る？ちょっと見せれませんので上映しておきます。うおおもろ。俺はすごいね。引かれてるでしょ。ケツで引かれてる人いる。タイヤ困る。ジーバニャンみたいになってる。タイヤ困るよ。うーわ、すごい。早くしまってってないから。痛えの、本当に痛えの。バカだ。だから今日ずっと俺朝がこんな感じで立ってたの。そうなのね。肛門ボリボリ書いてたのは何？肛門ボリボリ書いてんのは、俺のせいでちゃんとうんこを拭けないのよ。だから素手で肛門書いてんの？素手で拭くしかないの。え？素手汚なっちゃう、お前。めちゃめちゃ汚い。爪でうんここそいでその辺に置いてるってこと？お前、あ、爪でうんここそいでそれを取って、バッ。気持ち悪い。まあ、気持ちは分かるな。分かるな。いや、めちゃくちゃ痛い。そう、なんかティッシュのカサカサの部分とか当たるとえってなるし、ひっつくし痛い。と今でもめちゃめちゃ不快だよ、周りは。んお前のうんこまみれになって。洗ってるよ、ちゃんと。これちゃんと洗って1回で終わらせてるよ。うんこ触らないで、うんこで。違う。うんこで触らない。うわ、うんこやめて。うんこまみれ、本当にうんこやめて。手引くよ。うんこまみれ、ケツ引かれまでしたのに結局うんこまになってる。ケツ引かれて滑ってうんこまになってるの、ね、コスパ悪いからやめた方がいい。お大事になさってください。はい。ちなみに今の動画でね、あの後ろでチラチラ映ってた人がいて、映っても大丈夫な人ですかって心配してくれるかもしれませんけど、あいつがヨーグルトしてたやつです。あいつ、カメラ回ってても分かった、逃げなさいよ。ニトロ、あいつ後輩力低いから。本当に後輩力、後輩力低すぎるから。ちょっといつかどっかにお前修行させに行くからね。何の話ですかって聞くのもダメなんだよ。めっちゃあいつ顔ブスじゃない。でもね、なんかこう ニトロね、俺にあの誕生日おめでとうライン送ってきたの、うんうん、でさ、
時差があるわけじゃん、スペインと、うん、だからこっちで越した時にはもうだいぶ時間が経ってるわけじゃん、うん、だから見てさ、ありがとうと思いながら返さなくてごめんね。あーし、何の話だ何の話だよ。何だこれ。いや、いいやつなんだ、ほんと哲也が甘やかしてるからね。いつか水溜りのところに修行に行かしたいな。買い出しバカ下手なんだよ。買い出し下手下手っすか俺。下手だよ、まあ、だって晩飯までのつなぎでちょっとつまみ買ってきて出たら丼物買ってくるよね。哲也のカレーのさ、ニヤマネツ、ニヤマのカレーとかにから買ってくる。あれめっちゃ怖かったんですよ。あの顔もうめちゃくちゃ怖かったんですよ。哲也どんな顔したんだっけ。正直起きてな、本当に起きてないですよ。見れないよ。珍しい、怖いかもしれない哲也が。嘘でしょ。あーってなったか、俺帰るわつって今の普通と変えてくれたかな。今俺と変えてまた普通をヒーヒー言いながら食った瞬間にここに速攻で疑ったのね。お前らやったな貴様らだろ。誰だてめえらって感じお前ら貴様怒ってると思ってた。そしたら真面目に間違えたいつか水溜りのとこに行ってもらうわ。後輩力を高めるためね。わかりました。優秀な後輩がいっぱい育ってるから、やっぱりあそこはめちゃめちゃ迷惑じゃないポンコツの後輩しててめちゃめちゃ迷惑じゃん。別に動画もされてるわけじゃなく代わりに聞いてもらおう。うわすごいなそれすごい好感だないやそんぐらいになって帰ってきてもらおう、はあ、あの カードとかスッてやったらもうスッと会計行くみたいな目で合図したらすぐはい車を回すみたいな。そうそうそう今哲也が払ってくれるもんね。社長ここはカードでって言うとバカしとけって哲也払い行くもんね社長こあの左のためだけに払ってくるカマーちょっとね憧れちゃったから、うん、まあ手なけで芝居は、座りが汚いですけど許してください。はい。